大幕宗の度胸度教とは、仏教徒が経典を読唱すること。度胸度胸度胸などと読み習わしている。多くの僧侶が声を揃えて度胸する場合は、不倫とも言う。読唱とも言うが、度胸は、経文を見ながら読唱すること、図経は、経文を暗唱することである。経典の読唱は、本来、経典の意義を理解し実践するため、 また、経典を記憶しルフするためのものであったが、大乗仏教になると、しばしば、読書そのものに、修行や呪術といった宗教的意義を認めるようになった。度教は音音を研究する疾端学や生命へと発展し、度教を、もっぱらとする度教像の打ちひで出た層は、能読と呼ばれ相族ともに尊敬を集めた。度教は、以下のような方法で行われるが、 中派に認められていない民族的な度胸も存在すると考えられる。木魚や太鼓などの打ち物で表紙を取る場合もある。教門の左右両側に、それぞれ訓読と直読による読み方を示した両、天文。江戸期の売り本で、教門は、ホッケ業如来受領品、第16の一部その他に、外に声を発さず内に響かせ読書をする、無音や、読書をしながら、 道場をめぐる行動、行道、歯黒主言動で行われる経典を、後ろから読む、逆作業などがある。ありがとうございます。